はい、初見です。おばさんですか、それともおじさんですか。はい、どうすこよね。おばさん風のおじさんです。もうすぐ39歳。まあ30、もうすぐって7月12日ね。うん。どうすこ、まだ、まあまだ4月だから、まあもうちょっとあるけど。うん。でももうあっという間ですね。スーパースターさん、おばさん風のおじさんなんですね。そう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 。だって今日ね、そう、今日あの小屋さんとね、あれ、あの、ワッフル食べに行ったんですよ。台北のね、中山ってところにある、ま、なんか、なんか小屋さんが調べて、なんかこう、人気らしいんです、そこね。の、あの、ワッフル店のお店に行ったんですけども、そこにね、トイレ行ったんですよね。そしたらトイレがね、あの、男と女に分かれたんですよ。でね、で、あの、二つとも、あれ、埋まっててね。で、どすこい待ってたんですよね。で、そしたら次に、あの、どすこいの次に、おばさん、まあ、女の人が、女性、まあ、あの、まあ、おばさんがね、どすこいの次に並んでたんですよ。で、あの、女性の方のトイレから人が出てきたんですよね。で、あの、どすこい、あ、どすこい女性じゃないからいけないなと思って、待ってたんですけど、その、どすこいの後ろに並んだおばさんがね、この人男女どっちみたいな顔してるんですよね。え、この人、ってなったから、あ、わかんないんだろうなと思って、あ、開いてください、開いてください、開いてくださいって。あ、今の意味わかります？まあまあまあ、ね、その、うん。だから男か女、あの、紛らわしい見た目をしてるから、気を使う、時があった、場面があった。うん。あ、意味わかりました。